どうも皆さん、こんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回もやっていきましょう。ハッシュタグゴールデンウィークに飲んで美味しかったウイスキーは、視聴者が選んだ至高のウイスキー20選ということでお届けしていきたいと思います。さて今回は視聴者さんの募集企画ということで、当チャンネル初となる投票形式で選出する視聴者参加型企画、こちらをお届けしてまいります。皆さん過ぎ去りしゴールデンウィーク、本当にあっという間でしたよね。連休だった方も、それからずっとお仕事っていう方もそれぞれいらっしゃると思いますが、ウイスキーいろいろ飲まれたんじゃないでしょうか。お気に入りのウイスキーですとか、人におすすめしたいウイスキー、これ良かったなっていうのありましたか？今回はなんと私からおすすめするいつもの形式ではなくて、視聴者の方にハッシュタグゴールデンウィークに飲んで美味しかったウイスキーというテーマで投票いただいたものの中から、私が選ばせていただきまして、その内容を発表していくという動画でございます。私はいわゆる司会といいますか、 MC 的なプレゼンター的な役割で、今回の皆さんの選んだお気に入りのウイスキーを取り上げていきたいと思いますので、ぜひ最後までウイスキーまったり飲みながらお楽しみください。特に今回投票いただいた方は、自分のが読まれるかなとドキドキしながらご参加いただけると嬉しいです。なお今回の視聴者参加型企画、 Twitter で募集したところ、なんと 2.7万、2万7000のインプレッションを叩き出しましたんで、およそ3万人近い方の目に届いたことになります。本当にね、ありがたいですね。そして投票総数はなんと99件もございました。すごいですよね、99件。それぞれ DM であったりとかリプ欄に書いてくださった方を目を通しながら、あ、これいいなとピンときたものというのを、私の独断と偏見と経験と妄想で選んでまいりました。なお今回は事前の告知通り、私が選んで読み上げた方の中から抽選でウイスキーを小瓶に詰め替えたセットを送りますので、お楽しみに。なお当選者4名の発表の流れとしましては、後日前編に関しては YouTube ライブにて当選者を発表して、その後 Twitter でもしっかりアカウント名を報告させていただきますので、ライブに参加できないという方もご安心ください。なおね、完全に選出は私の独断と偏見と経験と妄想ですので、何かがダメっていうのは一つもございません。皆さんの愛のある投稿を拝見しながら、思わずクスッと来てしまったものですとか、私もこれ好きですごいわかると共感したもの、それをじゃんじゃん取り上げていこうと思います。今回はね、かなり迷った挙句20本とかなり多くなってしまったので、今回は全編10本紹介していきます。それでは早速紹介していきましょう。ツイートや DM は分かりやすいようにスクショして、アカウント名も出させていただきますのでご了承ください。ではゴールデンウィークに飲んで美味しかったウイスキーやっていきましょう。はい、こちら白州がね選ばれました。まず投稿いただいた内容がこちら、コンさんからいただいております。まずパッと目を引く写真が素晴らしいですよね。白州全開でございます。内容に関してはベタですが、白州ノンエイジですかね。昼間から自宅のウッドデッキで自然を感じながら飲む白州ハイボールは格別でした。森香るウイスキーならぬ山香るウイスキーということで、いいですよね。このもう見た瞬間にこの自然の美しさがブワッと入ってきます。これはお住まいからということで、すごく綺麗な自然ですよね。森以上に山の存在感がすごいので、確かに山香るウイスキーだと思います。これは見た方は今すぐ白州飲みたくなっちゃうんじゃないかなと思いますね。投稿の写真、そしてハイボールも美味しそうということで選ばせていただきました。コンさん、ありがとうございます。やっぱりゴールデンウィークとか連休の昼間からこの白州のハイボール飲めたら最高ですよね。もう決まります。いい連休や休日がもう確定しちゃいますよね。続いて2つ目がこちら、正義さんからの投稿で、アマハガンの水ならカスクフィニッシュでございます。いやー、これもね、ハイボールがすごく美味しそうなんですよね。またハイボールのこのね、絶妙な炭酸具合とこの明かり具合というか、光の具合が絶妙ですごく綺麗だなと思って選ばせていただきました。内容に関してはフォロワー様にいただきましたアマハガンのナンバー3がめっちゃ美味しく最高でしたという、シンプルながらね、この美味しそうな感じが伝わってきますよね。こちらは長浜蒸留所さんと海外原酒をブレンドしたワールドモルト、アマハガンの定番ラインナップの一つでございます。私も水ならカスクフィニッシュのこのボトル大好きで、ハイボールにした時の柔らかな香りすごいいいんですよね。さて続いて3つ目がこちら、ハルソースさんからの投稿で、角瓶ですね。もうこれ見た瞬間ちょっとくすって笑ってしまったんですけれども、もうハルソースさんの来る内容といったら想像できちゃうんですよね。角瓶でございます。7月からの値上げというのも発表されてますので、最近出荷調整とか店舗によってはお一人一本までですよといった制限がかかったりしているところもあって、なかなか辛いですよね。この投稿内容に関しては、いつ飲んでも美味しくて体調によってあらゆる面を味わわせてくれる安定のゴンゲ最高ですということで、もうねこの写真から愛の深さが伝わりますね。確かに最高なんですけど、買いすぎですよねストックがすごいですよね。手前だけじゃなくて奥にも控えているのが分かります。
気持ち程度にグランツスモーキーも映ってますし、しかもこのグランツスモーキーもはや気まずそうですよね。なんならこの奥からもさらに角瓶がこう控えていそうで、超大型巨人感があります。そりゃあ1杯のハイボールが 100ml のウイスキーを使う方ですから、これくらいないと心配になっちゃうかもしれないですね。いやさすがです、ハルソースさん、ありがとうございます。皆さんもゴールデンウィーク角ハイボールよく飲んだんじゃないでしょうか。さあでは4本目がこちら、長浜蒸留所×布袋寅泰氏のワールドモルトビートエモーションでございます。このねトライアングルを投稿いただきました。それがこちら、カニカマさんからですね。ビートエモーショントライアングル、期待以上に美味しくて最高でした。セルジオさんの紹介見てグレイスも欲しくなってしまいました、ということでありがとうございます。このビートエモーションに関しては滋賀県にある長浜蒸留所さんと世界でも活躍するギタリスト布袋寅泰氏の共作で生まれたウイスキーでございます。これグレイスとトライアングルっていう2種類が出てまして、はい、こちらがグレイス、そしてこのプラチナカラーのねメタリックなのがトライアングルでございます。それぞれこの長浜蒸留所の原酒と英国スコットランド産の原酒をブレンドしていて製造されているワールドモルトでございます。まずこちらのグレイスに関しては最後ワインダルで熟成の仕上げを行ったワインダルカスクフィニッシュタイプでございまして、トライアングルに関しては水ならカスクフィニッシュという形でリリースされております。特にねこのグレイスに関しては柔らかな赤いベリー系の甘みと滑らかな口当たりで本当に美味しかったですね。ストレートで飲んだ時に感動しました。チャーミングな赤い果実のフルーティーさと伸びやかな余韻が心地よかったですね。そしてこちらのトライアングルに関しては複雑味が良かったです。洋梨や黄色いフルーツのような明るい香りがじわじわと出てきて、そして樽の香り、水なららしいこのウッディで心地よい樽香というのが余韻にも広がりますし、しかも後半にかけてちょっとスモーキーさが効いているのもまた絶妙なんですよね。個人的にトライアングルはハイボールが好きでした。どちらも先日単品レビュー動画でね美味しくて紹介しておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。カニカマさん、ありがとうございます。さあ続いて5本目がこちら、引き続き長浜蒸留所さんのウイスキーと海外モルトを使ったアマハガンですね。アマハガンのシャトーモンペラ、これを取り上げていただいた方のツイートを紹介していきましょう。それが2人いらっしゃいまして、ジョンさん、それからヒロさんでございます。投稿ありがとうございます。これ今のところアマハガンの中でも一番好きだったかもしれないですね。2022年に登場した1本でして、ナンバーワンのアマハガンをベースとしながらシャトーモンペラの赤ワインダルを使って仕上げたウイスキーでございます。まさにエレガントで重厚、赤い果実のフルーティーさと麦芽の甘みが融合した素晴らしい一本でございました。なんだかねあのイチゴのタルトとかね、イチゴのソースみたいな甘いこのタルトの上に乗ったねこのフルーツソースみたいなイメージがあってとても良かったです。何よりこのラベルも最高にクールですよね。このアマハガンお気に入りでございましたので、投稿を見かけた時はちょっとテンション上がってしまいました。その投稿がこちら。まずジョンさんはアマハガンモンペラですね。確か発売前にセルジオさんがイベントで飲まれて、ジャケット、それから味ともに最高と言っていたので思わず買った一本です。爽やかな柑橘感がとても好きで、もう4本ほど追加で買いましたが、2本目がなくなっちゃいましたということで、かなりハマってらっしゃいますね。いや、本当私がこう紹介して美味しかったよって言って、それを買ってですね、飲まれて気に入っていただいて、こんなにね、ハマられてるとなると本当嬉しいです。ありがとうございます。そして続いてこちらのヒロさんからの投稿では、ゴールデンウィークに飲んだのといえば念願のアマハガンシャトーモンペラですかね。やっと手に入ったし、ストレートもハイボールもうまうま、大切に飲みます。ただ改めてティーチャーズもうまいなと思った週でもありました、ということで、私はねこのモンペラはストレートとかロックで飲むケース多かったんですが、お二人ともハイボールでも楽しまれてますね。ちょっと久しぶりに飲みたくなってきました。さて合計7本目がこちら、今度はハイボール缶の投稿がございました。ブラック日課からハイボール香る夜、こちらを紹介していきましょう。これ飲んだことございますでしょうか。かなりね本格的なハイボールで、トップクオリティ、美味しいハイボール感でございます。これいいんですよね。本格的なハイボールで余計なアルコール感もないですし、何よりハイボール感では珍しいレーズンですとかリンゴのようなフルーティーさがありつつ、深い香味でじっくりと飲みたくなるハイボール感なんです。北海道限定で登場しておりましたけれども、今ではネットでも買えるようになっております。そしてこの投稿をいただいたのがこちら、これはユッピーさんという読み方でいいんですかね。ユッピーさんからいただいたコメントでございます。最初投稿された時になんで温泉の写真が来たのかなっていうふうに疑問に思ったんですが、よくよく見ると奥にいましたやつが、サイズ的にこれはね個室の温泉だったんですかね。缶ハイボールの中で一番のお気に入り、温泉にも負けない華やかさとほのかなスモーキーさが格別です、ということでハッシュタグもつけていただいてありがとうございます。ちょっとねクスッと笑ってしまった部分もありましたんで、あそこにいたかということでね、こちらも取り上げていきました。いい写真ですよね。
温泉に入りながらハイボールなんてかなり酔っ払いそうですけど、絶対決まっちゃいそうですよね。ゴールデンウィークとか休日とかでゆっくり個室温泉とかに使ってハイボール、いやー最高なんじゃないかなと思います。さて合計8本目がこちら、ジョニーウォーカーブラックラベルの派生品限定品のスペースサイドオリジンを紹介していきましょう。こちらの投稿いただいたのがまゆり筋肉と酒さんというね、名前のインパクトがすごいですよね。いやーこのハイボールとね、ジョニーウォーカーのこの映り具合がすごく綺麗だなと思って、あ、きっと楽しい回だったんだろうなーっていうのが浮かんできて、とても素敵だなと思って選出させていただきました。こちら今ではね、なかなかちょっと入手が難しくなっちゃいましたけども、ジョニーウォーカーブラックラベル12年の限定品という形で出ております。それぞれジョニーウォーカーの原酒に採用されている蒸留所をそれぞれの地域別に絞って、ハイランド、スペイサイド、アイラ、ローランドオリジンといった形で登場しています。これは青リンゴガムだったりとか軽快なフルーティーさがあって、これもいいんですよね。ちょっとライトボディでスルッと飲めちゃうジョニーウォーカーでございます。中身は確かグレンダランとカーデューでしたかね。これいいですよね。投稿内容はジョニーウォーカー12年スペイサイドオリジン、今年私をウイスキーの道に引きずり込んでいただいた友人を招いたら持参してくれましたと。フルーティーな香りと甘い口当たりに煙たさも少しあって、余韻に青リンゴっぽさとカカオ感があって、これこそスペースサイドって美味しさでしたというね、非常にこの特徴の紹介も分かりやすいですよね。このウイスキー好きな方同士で交流されているのが素敵ですよね。おそらくゴールデンウィークで休日とかがあって飲んだってことなんですかね。なんだか楽しそうな情景が浮かんでくる素敵な投稿だったので、これも選ばせていただきました。まゆり筋肉とお酒さん、ありがとうございます。さて続いて9本目はこちら、いやーこれまたね、懐かしいのが来ましたね。サントリーのスペシャルリザーブ10年、いや懐かしい。これ好きだった方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。お手頃なお値段ながら白州蒸留所のモルト感というのを楽しめて素晴らしい一本でしたね。もともと1969年にサントリーの創業70周年で登場したというのがこのリザーブでして、前はノンエイジタイプで出ていたサントリーのリザーブでしたけども、1996年あたりにリニューアルという形でエイジング表記の10年が出たんです。現在は終売となってしまいましたが、このねリザーブ友の会の時のリザーブだったり、この10年のリザーブもね、すごく美味しくて人気のある銘柄なんじゃないかなと思います。投稿としましてはニコラス・ケージ・バイパスさんという名前がもうインパクトすごいですね。サントリースペシャルリザーブの10年です。この前フラッと行き着いた居酒屋のマスターから白州好きならと教えていただき購入しました。コクと甘みの深さが爆増した白州といった感じで、パートナーともども飲みまくってしまいました。今の値段で買えるのが奇跡の美味しさですということで、いやーいいコメントですね。パートナーの方とも美味しく飲まれたということで、なんだかゴールデンウィークの特別な出会いだったんだなっていうのがわかります。私もリザーブに関してはサントリーのブレンデッドの中では一番多分飲んでると思いますし、大好きな銘柄なので本当にいいですよね。まさにお手頃白州感、綺麗な甘みとバニラの甘い香りが本当素晴らしいです。リザーブの特徴を知りたい方はね、過去にもこういった動画上げておりますのでチェックしてみてください。ニコラス・ケージ・バイパスさん、ありがとうございます。さあそれでは前編最後の1本がこちら、シングルモルトスコッチウイスキーラフロイグ10年、このリッターサイズなんですけどね、このラフロイグが選ばれました。その投稿がこちら、もうね私がこれ以上語る必要がないというくらいこの愛が詰まってるんですよね。もう愛がぶち込まれすぎ散らかしていたので、ここまで愛があるなら取り上げざるを得ないということで、こちらのツイート紹介していきましょう。テフロイグさんからの投稿でございます。ラフロイグ10年ハイボール普通の濃さ、連休の2日目、友人と共に春鹿の酒造さんで聞き酒を楽しみ、奈良町醸造所さんでビールを味わい、暖かくなり始めたこの頃を歩く最中に、アルコールのほてりも伴い体には熱がこもっていた。日の傾いた頃、熱に浮かされた足取りで肉バルに到着する。さあお肉だ、お高いラム肉だ、ならお酒は何を飲み合わせる。ドリンクメニューを開く。初めて入るお店のドリンクメニューを開く時というのはワクワクするものだ。このお店が取り揃えているのはどのようなお酒であるのか。ラフロイグがある。完全な予想外、運命の開口。バー以外のドリンクメニューに初めてラフロイグの名を見た。ノータイムでそのハイボールを注文した。噛むたびににじみ出す破壊的なラム肉の旨味と、その脂を、体にこもる熱を力強く押し流し、溶度のさっぱりさをももたらすラフロイグ。ハイボールは濃いめが好きなのだが、久々に暑さを感じていた体には普通の濃さのハイボールが鮮烈に染み渡った。肉の暴力的な旨み、油とほてりが流されていく爽快感、友人とのたわいもない話、思い出となったひととき、そこで飲んだラフロイグハイボールは間違いなくゴールデンウィークに飲んで美味しかったウイスキーの筆頭だ。いやもうこれ作品ができてるんだよなこれすごい愛だな。
いや、このね、写真も美味しそうですよね。ラム肉とラフロイグハイボール、確かに美味しそうですね。しかもそういうのを飲食店さんのバルでね、ラフロイグハイボール出してるっていうのも、なかなかこのオッツな感じがしていいですよね。もうこの文章が全てです。私からこれ以上語るものがないかなっていうくらいラフロイグの愛が溢れていて素晴らしいなと思いました。デフロイグさん、こちら応募いただきありがとうございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。気になった投稿とか、これいいなと思った投稿ございましたか。ぜひコメント欄に感想を書いてってくださいね。いや、こうやってそれぞれのおすすめのお酒を聞くっていうのもやっぱ面白いですね。そして後編もさらに紹介していきますので、参考になりましたらぜひともグッドボタン、そして見逃さないようにチャンネル登録でどうぞ応援よろしくお願いいたします。また抽選は後日行いまして、土曜日のね、 YouTube ライブでこの前編の当選者を発表しようと思いますので、ぜひお楽しみに。この企画もし面白いなとかね、思っていただいたり、もしご好評であれば今後も募集型企画って形でやりたいと思いますので、ぜひ感想などコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは最後にね、この中から一つ美味しくハイボールでいただいていきましょう。皆さんも準備いただいて乾杯していきましょう。さて、それではデカロイグで作ってまいりましたこのラフロイグハイボールいただいていきましょう。いやー、もうね、この辺りにもうね、黙々煙感漂ってきてますね。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。では、もう最近ね、いきなり暑くなりましたから、ハイボールも最高ですよね。あー、本当にこの薬品的な香りと、その中になんかこう、どこかライムピールだったりとか爽やかな香りもちょっと潜んでるんですよね。夏になると途端にラフロイグハイボール飲みたくなるっていうのもなかなか不思議です。ではいただきます。あースモーキー、美味しい。最高ですね。本当美味しい。なんでしょうね、もう言葉がいらないというか、これを美味しいと思えるようになった時はなんか大人になったなってちょっと思いましたよね。昔考えてみると、そういうこう一つのね、大人のステップを感じさせてくれるウイスキーですよね。はい、ということで、このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別、ウイスキーまとめ紹介といった動画数々上げております。他にも YouTube 以外にも音声配信のボイシーや Twitter、Instagram などもやっておりますので、ぜひ概要欄コメント欄の方からチェックしてみてください。また今回の動画で紹介して取り上げたウイスキー単品レビュー動画などもありますので、概要欄コメント欄チェックしてみてくださいね。それではまた次の後編でお会いしましょう。良い家飲みライフを。またね。はーい。やった。ありがとうございます。置いといてください。